彼女を作るべきではない理由ね。とりあえず一旦面白い動画見つけたからこれ見てほしい。彼女ができません、困ってます。うわ、完全に俺と圭介が困ってることだ。あなた本当は困ってないですよね。おお、ひろゆきさん、あなたも本当は困ってないですよね。実際ひろゆきさん、市場価値の高い人って付き合おうと思えば誰とでも付き合えるんです。おお、はい、で今あなたたちは顔がかっこいい上に人気もあると、モテないわけがないんですよ、はい、つまり、はい、自分よりちょっと顔のランクが高い子でも付き合えるぐらいの位置にいるんですね、はい、でも付き合っているのはなぜか、それは100万人200万人いけばもっと上の女と付き合えるんじゃないか。ガス、そうやって俺たちにふさわしい女はまだいないと思ってるじゃないですか。はい、はい、なんで彼女ができなくて悩んでるふりをするのではなくて、まだ俺にふさわしい女はいないと堂々と開き直ったらいいと思います。なるほど、なるほど。まあっていう動画なんだけど、まさにこれなんだね。彼女を作るべきでない理由。うん、100万人200万人行けばもっと可愛い女と付き合えるんじゃないか、だから今は付き合わない録、そういうことなんだよ。これは YouTuber だから100万人200万人、まあ、登録者を、まあ、基準に考えていることだけど、いや登録者じゃなくて、じゃあお前が例えばよ、例えば4点の男だとする。でこの4点っていうのはルックスだけじゃないよ。そいつが成功してる男か、体が磨かれてるか、自信はあるか、コミュ力はあるか、自己規律あるか、面白いか、もういくらでもあるよ、男にとっての魅力となる特徴。それを総合評価して4点だとする。お前が4点の男は4点以下の女としか付き合えないんだよ。4点以下の女と付き合って満足する？満足できる？いや、満足できるならそのままでいろって話なんだけど、普通は満足できないから。うん、だけど世の中見るとみんな満足してる。なんでか？自分を高めなくて済むから。楽だから。楽だから、あ、いいや、俺何もしなくていいわ、つって。最低限の仕事、最低限の自分磨き、最低限の生活で過ごしてる。うん。で、言っとく、この最低限の生活して最低限の努力で生きてると、お前は低下していくから、退化していくから。うん。この前の動画でも話したよね。現代メンズは退化してる。20代から30代に向けて普通は上がるべきなのに、みんなの当たり前は下がってる。うん。30歳になりにつれてどん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 魅力が落ちていく。で、まあ話戻すと、俺らが本来取るべき行動は、あ、分かったよ。じゃあ4点の女抱けるようになったんでしょ？うん。いや、おめでとう。リスペリスペ。そしたら次でしょって話。お前ずっと4点のままだったら4点以下の女としかつけないんだよ。いや、本当にそのままでいいのって話。本当にそのまま生きていくのって話。いや、5点、6点、7点ってさ、自分高めてってさ、もっと違う世界見ようぜって話なんだよ。お前10点の男になったら10点の女だけになるんだよ。10点の女と付き合いになるんだよ。今に満足して4点の女と付き合ってたら一生お前はそのままよ。上に行くことはないよ。だったら、じゃあ今確かに4点の女と付き合えばセックスは保証される。デートは保証される。ぼっちじゃなくて済む。寂しい思いしなくて済む。いや、わかるよ。うん。隣に女の子がいるってのはいい気分だね。だけど、それを今やっちゃうと、お前は将来の可能性潰してるんだよ。いい？女の子でデートに行きたくない女の子はいない。旅行に行きたくない女の子はいない。一緒にネットフリックス見てダラダラしたくない女の子はいない。お泊まり会したくない女の子はいない。いや、いや楽しい。もちろん楽しいよ。ね、旅行行ったり、デート行ったり、お泊まり会するの楽しい。でもお前の時間と金はどうなってんの？自分に使えたはずの、自分を高めるために使えたはずの金と時間とエネルギーはどこ行ってんの？お泊まり会してセックス2、3発やって、その次の日の朝5時に起きてジム行ける？行けないでしょ。やるべきやってビジネスできる？できないでしょ。ね、下着姿で女の子がベッドの上でゆっくりしてたら一緒になってゆっくりしちゃうでしょ。なんなら朝起きてまた2、3発やりたくなるでしょ。いや、それを、いいよ、彼女できて、2、3ヶ月ならまだいいよ。いや、1年、2年、3年ってやってみ？お前の3年間、1年間、2年間、3年間は全部無駄になるんだよ。で、最悪のシナリオだと、じゃあ2、3年、その愛した女の子と一緒に入れたとする。だけど、どん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 退化していくお前は、女の子からして魅力が薄れていく。お前は振られる？いや、3年間何だったのってなるやん。いや、だったら、その、1年間、2年間、3年間、犠牲にして、
女の子を差し置いて自分を高めるために全部時間使えって、お金使えって、ずっとやりたかったビジネスに投資してみろって、ジムに金かけろって、食事に金かけろって、ビジネスに時間かけろって、副業に時間かけろって。他の奴らが金曜日土曜日日曜日女と遊んでる間、女探しに行ってる間、ワンチャンで女の子引っ掛けてだらしないセックスしてる間に自分高めろって、犠牲にしろって。そしたらお前は周りの奴らが1点2点3点で満足してる間に5点6点7点ってどん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 梯子を登っていく。で、気づいたらお前は10点になってる。10点のお前は世の中の女選び放題よ。選び放題よ、マジで。この犠牲ができれば、この犠牲をやって金を稼げるようになった。コミュ力を磨いた。自信がついた。体を磨いた。本めっちゃ読んで頭の良さを高めた。もしかしたら外国語を勉強して2カ国語喋るようになった。3カ国語喋るようになった。いや、金があって体磨かれてて自信あってコミュ力あって2、3カ国語喋れて本読んでるから頭も良くて男として自己規律持ってて自分持ってる。他にもいっぱい特徴あるよ。え、そんな男と、それともそこら辺にいる4点の男、3点4点の、まあなんとなく生きてるやつ。いや、どっち選ぶ、お前だったら、女だったら。お前が女だったらどっち選ぶ。長い目で見ろって。今その瞬間の楽しさに溺れたらお前は将来後悔するよ。マジで後悔する。だから俺は実践しそう。うん、俺ここ半年、いやここ2年間確かにこういう YouTube とかやってたり、まあ自分磨きしてるけど、それでも女は常にいた。彼女はいなかったけど女は常にいた。常に毎週土日女といた。女を引っ掛けようと必死になってた。いや、マジ時間と金の無駄なんだよ。もし俺がそこで使ってた時間と金を全部このビジネスに追い込めてたらね、これから俺が作ろうとしてるサプリとか T シャツとかデオドラントとか、じゃあそれを開発するための貯金ができてたら、もしかしたらね、イーサリアム何十倍も価値になってるでしょ。あのビットコインとか仮想通貨に貯めてた金を全部つぎ込めてたら、イーサリアム10倍20倍、いや、いくらになってんの今その仮想通貨。瞬間の楽しさに溺れてその楽しさを犠牲にできないから、俺は今その犠牲を払ってる。ああやっとけばよかったなって。で、今お金の話して時間もそうよ。じゃあ月曜日から金曜日俺大学ある、ね、限られてる使える時間。じゃあ土日フリーでしょ。いや、10時間ずつビジネスにつぎ込んでみ。いや、お前の動画どれぐらい高くなる。お前の動画の本数どれだけ上がる。お前のウェブサイトどれだけいい感じになる。お前の商品何個作れる。短期で見ないで長期で見ろって。長期で見たら今追いかけ回してるものは本当にいらないものよ。うん、何も誇りに思えないよ。4点の女抱いてもマジで。で、この動画は女性経験をもう持ってる人に言ってる。うん、女性経験も持ってて自分が抱ける女のレベル分かってる人に言ってる。うん、お前がレベルアップするまではそれ以上の女抱けると思わない方がいいよ。いや、無理だから。うん、お前がレベルアップしないと今のレベルの女、それより以下の女としか付き合えないから、やれないから。で、全く女性経験持ってない人、この話言ってもまた理解できないと思う。うん、女の子とやるとか彼女を作るとか女と一緒にいるってのが想像つかないから、だからこの話聞いても正直多分何もピンとこないと思うんだけど、気をつけた方がいいよ。マジで気をつけた方がいい。俺と同じ道は進まない方がいい。うん、本当に後悔してる。この2年間使ったお金と使った時間と使ったエネルギー、これを全部自分に使えてたら、俺今もしかしたら全く別の地点に立ってたかもしれない。全く別の結果を得れてたかもしれない。今欲しいものは将来欲しいものとは限んないんだよ。だ、今確かにその 3,4 点の女が欲しいって思うかもしれないよ。うん、だけど将来のお前は今お前欲しいものに対して欲しいと思わないんだよ。小学6年生の時、遊戯王のあのカードがめっちゃ欲しかった。今欲しいか。欲しくないっしょ。それと似たようなもんなんだよ。それを今経験してる俺。あの時はレベルの低い女欲しかったよ。やりたかった、とりあえず。とにかく
だけど今振り返ってみて、いや必要？マジいらないわって。いやそんなしょぼい遊戯王カードいらないわ。そういう感覚。だったら2年3年4年犠牲にして自分のレベル高めて、世界に1枚しかない最強の遊戯王カードを手に入れた方がいいって思ってる。うん。妥協するなってこと。心地の良さに妥協するなってこと。例えると、お前がボディービルダーで大会目指してる。まあ、久しぶりにみんなと一緒にご飯食べに行くのだった。よし、ご飯食べよう。どの店に入ろっか。この辺にあるのはマックとケンタッキーとバーガーキングとサイゼリアだ。お前は大会を目指してて、大会を優勝することを目指してるのね。ここでみんなに合わせてバーガーキングとかマックとかケンタッキー食ってたらお前優勝できない。お前もうそしたら食わないんだよ。いや、じゃあハンバーガー食うくらいだったら俺も何も食わない。いいや、水だけ飲んでるわっていう。いや、ブスとやるくらいだったらやらない方がいいってこと。4点の女とやるくらいだったらやらない方がいい。そういうイメージを。まあ、このコンセプトは、まあ、理解しがたい人もいると思う。俺も理解しがたかった。うん。その瞬間の楽しさとか、女ゲットすることとかに、めちゃめちゃフォーカスしてた時は、このコンセプト、多分受け入れらんなかったと思う。今やってることが正しいと思ってるから。うん。だけど、多分将来のお前は、後悔すると思う。それで、低レベルの女を追いかけ回したら。ね、30歳、40歳になって、あの時女なんか追いかけ回さないで、彼女なんか作んないで、投資してればよかったな。お金貯めてればよかったな。体磨いてればよかったな。副業始めてればよかったな。ビジネス始めてればよかったな。俺の人生今頃どうなってたんだろう、そうしたら。あの Tinder に使った時間、あの女の子に DM する時間、電話する時間、デートの時間、付き合ってる時間、全部自分に使わせたらどうなってたんだろう。俺今何点の男になってたんだろう。それで何点の女と付き合えるんだろう、今だったら。ね。30歳になって、自分のビジネスがうまくいってきて、もしくは別に会社でもよ。頑張ってるお前は、昇給を得る。本を読んで頭良くなる。体磨いてかっこよくなる。で、いろんな面で、レベル上げまくったお前は、30歳になって、最強の人生を送ることになるんだよ。選ぶのはお前よ。どっちがいいのって話。3点、4点で妥協するのか、10点の男を目指して、10点の女を抱くのか。判断はお前に任せる。ってことで、きつい時こそやらなきゃいけないことやろうぜ。じゃあ。